僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者。いやー、ニコニコが止まんないよな、ほんと。集英社のね、新年会でもらったこのエルメスも、相当様になってきたからね。電子書籍ドリームにですね、乗っかりました、僕。いやー、皆さん、ほんとありがとうございます。結局僕ってもうずっと前から言ってたじゃん。今、電子書籍が熱いんだぞ、Kindle が熱いんだぞ、つってさ。それがまさかね、こんなに早くにビッグウェーブにね、乗っかれるとは思いませんでしたよ。いや、これあれだね、かなりの快挙、歴史を変えたんだよ、歴史を。みんなね、いまいちピンときてないと思うんですよ。なんでかっていうと、Amazon ランキングっていうのは、いろんなカテゴリー別に分かれてるから、細かいカテゴリーに分ければ、誰でもランク1位とか取れんの。ただ僕はそんなんじゃないでしょ。Amazon ランキングって言って、売れ筋ランキング。例えば、ホーム&キッチンはさ、こういうのが売れてるよとかさ、ゲームは今、この女神転生とさ、ドラクエビルダーズが売れてる。洋書はこれが売れてる。おもちゃはね、今、仮面ライダーゴーストが売れてる。でですね、すべてのカテゴリーから、まあ、本いきますね、本。じゃん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 。本でですね、こちらになります。コミック、ラノベ、BL。つまりこれ、全部だからね、全部のコミック、これ、快挙だぜ、これ。僕一番。ドカーン。これ、どんぐらい売れてると思ってんだよ。本の、だから、コミックのトップなんだ。ほら、いろんなジャンルあるじゃん。ボーイズラブとか、こういうのとか全部関係ない。コミック、ラノベ、BL のトップで、僕は、11円のね、スペシャルセールをアマゾンが開催したことで、これすごいんだぜ。ジャンプコミックスとか、このプラチナエンド、グランブル、なんか、キングダム、ヤングジャンプコミックス。こうやって今人気のやつが、海街ダイアリーとかさ、普通にジャンプコミックスだぜ、だって。しかも、電子書籍だけじゃない、全部のあれだから、単行本とかで、通販とかのも含めて全部でだからね。いや、電子書籍って売れないんじゃないじゃないよ。これは、電子書籍の方が売れてんの。ジャンプコミックスデジタルって書いてあるじゃん。で、これがデジタルの方が上で、デジタルじゃない方もあるから。デジタルじゃない方、あんま入ってないんだよ。あ、これは普通の方。これが普通の、ほら。これはコミックの方。何がすごいってですね、これ全部ジャンプコミックスとか、なんだっけ、ヤングジャンプコミックスとかね、角川はなんとかコミックとか出てるけど、僕は任天堂信者。何にも書いてないんですよ。これ何にも書いてないでしょ。なんでかっていうと、僕が、個人的に出してるものだからですよ。これ、こんなね、快挙がありますか？みんな出版社とかを通して、ね、印税率を下げて間にいろんな大人が入ってね、一生懸命販促をして、それでやっとこのね、アマゾンでね、売れて、ああ、よかったって言ってね、喜ぶのに、僕はですね、ただ単に何のバーコードもついてない、個人的に作ったクソ本をですね、いや、どこでもないんだよ、僕これ。普通に僕が、Kindle にあげたやつなの。ほら、こんなの僕だけだよ。出版社が書いてなくてですね、販売、Amazon サービスインターナショナル。つうか、これコミック1位って言っても、本の中で1位みたいなもんだから。ほんと細かいカテゴリーの話じゃないんだよ。じゃあ、これね、カテゴリーに登録しないと乗らないの、これって。まさか今更新したら1位落ちてるわけねえよな。ああ、よかった。落ちてない。これ本っていうところの、本っていうところのカテゴリーには僕の本登録されてないんですよ。だから、例えばさ、この3位にさ、おぼちゃんのさ、3位におぼちゃんのあの日っていうのあんじゃん。本全体のランキングでさ、で、これおぼちゃんのやつってね、ノンフィクションなの。本全体の3位のおぼちゃんの、僕はこのノンフィクションの方で見ると、おぼちゃんより上にいるわけよ。わかる？おぼちゃん見てるか？君ね、本のところで3位になっての、喜んでると思うけど、僕は本のね、カテゴリーにこの本が載ってないから行かなかっただけで、おぼちゃんのよりも、僕は任天堂信者の方が売れてるからさ。勘違いしないでね。11円だけど、それはアマゾン様のご厚意で安くしてくれてるだけだから。僕ってさ、もともとランキングとかにそんなにこだわらないし、まあ言ってみれば、ニコニコのランキングとかも全く興味がないんですよ。まあもちろん来てもらえるのは嬉しいけど、それに、
強く言っちゃうと、なんか本末転倒って来る。いや、こだわってないじゃん、全然。ただし、こっちの Amazon のランキングは別です。Amazon のランキングはもうそこにいること自体が広告効果だから。だってさ、長く時間入れればいられるほど得だよ。だ例えばさ、コミックのさ、新着のランキングとか見るじゃん。コミックの新着ランキングとか見てたら、このもう、ここ見てここ。こっち側にもトップ3まではさ、ここら辺にこう、なんか出てるわけ。で、この赤いのなんだろうってみんな思うじゃん。しかも出版社名も何も書いてない。これなんだろうな。ポチってするじゃん。11円だし。ほら、こうやってさ、ここ見てくださいよ。最高じゃん、これ。もうこの時点で広告効果がすごい高いわけ。ほら、Amazon 売れ筋ランキング、ノンフィクション1位、ラノベ BL1 位、Kindle ストア、コミックノンフィクション1位、全部1位だから。僕はですね、これリアルタイムで、しかもですね、Amazon ダイレクト、なんとかっていうところでですね、グラフが見れんの。大体どんぐらいかなんとなくわかるでしょ、でも。じゃあ今日だけでいい？今日のだけでいい？今日何冊売れたかでいい？今日だけでですね、600冊売れました。いやー、ほんとね、ほんとありがとうございます。いやー、600って。いや、すげえわ、11円だけど、これ Amazon が勝手にね、セールを、僕の本を11円にね、引き下げてくれたの。ただ単にセールとしてなんかいろんな漫画ある中で、なぜか僕のやつを選んでくれて11円にしてくれたんだけど、印税は600円から計算されるわけ。これやばいな。やばいな、僕。でもね、ただ、印税はですね、Amazon 1000倍の場合 70% です。Amazon の Kindle で1000倍してる場合は 70% なんだけど、これ、僕は任天堂信者はですね、1000倍してないんですよ。いろんなところで売ってるから、だから 35%。それでも 35% まで上がるんですよ。うん、でも600円かける。だから1冊売れることに200円ぐらい入るんですよ。Amazon でしか売れんだろうっていうか、僕はだからずっと Amazon に可能性を感じてるってずっと言ってたわけ。で、いや、これ皆さん、昔から見てる人分かるよね。漫画家の人にも、ここから発信しながら、君たちもそうやって、いつまでも出版社の犬でね、当たり前のようにね、漫画を描けば出版社が広めてくれるっていうふうにね、思い込んでていいのかってずっと言ってたじゃん。怒ってたじゃん、僕は。そんなんでね、歯車として、酷使されて、うん。それでね、動き出すか動かないか。確かに僕はラッキーでしたよ、今回。かなりラッキーでした。急にね、11円セールにしてもらってさ、うん。だけど、そのラッキーを掴んだの何かって言ったら、僕がちゃんとですね、行動してたからなんですよ。まあ僕はこの11円発見した時に、とりあえずすぐツイートしたわけ。わ、なんだこれ、やばと思って。全然こっちからもお願いとかもしてないよ、僕。そういうの嫌いだから。拡散希望とか書くの嫌いだしさ。だけど勝手にね、ツイートをしてくれてる人がいるんですよ。その人たちには僕感謝ですね。いや、ありがたい。いろんな人がね、まあなんかこれ、安いし面白いとか言ってさ、いや、ありがてえよ。結構みんなやってくれたんだよね。妖怪ウォッチの漫画描いてる小西さんとかもやってくれたし。うん、感謝してるよ、皆さんに。いや、あとはやっぱ買ってくれた人。あとはね、これ僕の決めたことじゃないからさ、しょうがないけど、最初の頃に600円で買ってくれた人もね、ありがとうございます。というわけでですね、皆さん、電子書籍ってね、よく分かってない人いるだろう。これが Kindle 端末なんですけど、いやもう買いまくっちゃったからね。11円で他にもいっぱいさ、周邦さんの漫画とかさ、いろんなの出したから。どうやってこれやるんだ？ほら、これ僕の買いまくったからいっぱいドバーっと。11円だから。これね。いや、すげえよな、これ。ほら。電子書籍。だからね、電子書籍デビューね、今皆さんチャンスですよ。こんな良質な漫画が11円で読めるんだぜ。あ、ビーダマン、そうそう。で、このビーダマンの今賀さんが、僕がですね、おい、クソ漫画がどうも早く電子書籍やれってね、今賀さんなんか全く想定してないのに、そういう風にやってたのを、心にね、響いてね、こうやってビーダマン。しかもビーダマンで権利がすごいうるさいじゃん。うるさいんだけど、いろいろコロコロ編集部とかもすごく融通を聞かせてくれて、ただしね、ボンバーマンだけはどうしても使えなかったらしくて、ほら、全部書き換えてんの。初期のボンバーマンだったビーダマンを、このオリジナルのデザインに全部書き換えて、で、ここまでやってんだもんな。すごいよ。うん。これもね、一巻ね、11円だったから。11円。いや、ほんと得だよ、これ。めちゃめちゃ得だよ。
で、電子書籍ってさ、やっぱこういうのを持ってない人は、やっぱいまいちピンとこないって思うじゃん。こういうなんか、Kindle っていうそれ特別なやつが必要なんでしょって思ってるけど、パソコンでも普通に見れるしね。Kindle のアプリ入れれば、勝手に、別にこっちでダウンロードしなくても、もうアカウントで連動してるから、その、パソコン上でさ、買ったものがさ、全部勝手にこっちにもうバーって出てくんだよ。ほら。だから、これほんと便利だよな。こうやってアカウントで勝手に出てくるから、こっちで読みたいときはこっちで読めばいいの。うん、そう、無料漫画も結構いっぱいあるし。やるなら今なんだよ。いや、違うよ。おすすめしてんの。あと、これは漫画家の人に、結局ね、紙はね、電子書籍にもう勝てないと思うよ。僕はそう思う。未来で。あと、コボとどっちがいいとか言ってる人いるけど、もう絶対ダントツでアマゾン一強でしょ。間違いないでしょ。アマゾン、アップル、グーグル、この三つに牛耳られるよ、世界は。地球は。だからもうそっちに乗っときゃ間違いない。そう、紙はもうコレクターになっちゃう。そうなっちゃう。ゲームのね、パッケージ版と一緒。もう結局全部ダウンロード販売じゃん。それが一番手軽じゃん。これにも連動できるし、パソコン、アカウントで、とにかくアカウントで紐付けされてるから。どこでも読めるわけ。例えば何だったら漫画喫茶に行ってさ、自分のアカウントでログインすれば、そこでも読めるし、おっきな本をさ、何冊も持ち歩かなくたっていいわけじゃん。もう1000冊とかは、入るわけじゃん。アカウントとしてはさ。いかにね、ちゃんと、その、デジタルにうまく移行するかっていう、今、それのね、戦いになってきてるからさ、電子書籍とか出版社自体も。で、やっぱり、その、一番僕が大事にしてるのはですね、自分というコンテンツをですね、の使い方を間違えないこと。そのさ、印税率が、その、僕は Kindle 1000倍にしてるやつは70%なんですよ。間に誰も入れてないの。買う方にしてもさ、その作者にさ、多くお金行く方が嬉しいと思いませんか？自分がなんか本を買った時に、その作者に多くあげたいじゃん。間にですね、その、まあ、でもまあ、これは難しい問題なんだよ。小売店とかいっぱい入って、もちろん小売店を活かすのも、もうそういうさ、出版社の役目だっていうのももちろんわかるんだけれども、でもね、今までは流通するためにはそこに載せるしかなかったんだけど、もう今はそういうのって作家側の立場から、そのコンテンツを作る人間、メーカーからすると、ああ、そうそう。あと一強になったら70%じゃなくなるよっていうこと。そうなんです。今は、その Kindle が、その勝ち残りをかけて他のやつを蹴落とすために、こういうことをいろいろやってるわけ。いろいろ試作をやってるわけ。だからもちろんね、もう Kindle 一強になって、もうモノポリー状態になっちゃったら、さすがにね、こんなにね、作家に優遇せずにもっとね、いろいろ抜いてくるとは思うんだけど、だからこそ今なんですよ。あくまでもストアなんですよ、Amazon っていうのは。で、そこに並べるものっていうのは、とにかく欲しいの。良質なね、僕の漫画みたいなね、こういった良質なね、コンテンツがね、欲しいわけよ。だから安売りする必要ないんですよ。11円買ってくれてね。ありがとうございます。定価で売れてから喜べって言っても、だって定価並みの印税が来てるわけじゃんだって。しかも印税35%だから、その紙媒体で売ったりとか、出版社を間にかませて電子書籍を出したりするときは、絶対に印税がね、10%から5%まで減らされちゃうの。電子書籍なんてもう5%ぐらいされてるんじゃない？本来なら電子書籍の方が印税高くするはずなんだよ。だけどやっぱり出版社が間に噛んでて、その電子書籍っていうのは本来の事業じゃないから、やっぱ作家にとってもね、すごく抑えられちゃう。だから出版社が間に入ってる電子書籍は全然儲かりませんよ。だけど僕みたいに自分でね、そのせこせこやって出してる場合は儲かるんですよ。立ち回りなんですよね。だから僕もさ、最近はそのできるだけね、自分の名前とかが出ない、その単純労働みたいなのをできるだけ減らして、その時間をニコ生にやっていってたから、それをがさ、功を奏したんじゃないの、今回って。自分のコンテンツ力を高めるためにですね、こうやってニコ生をしっかりやってるわけじゃん。今回は本当運だね。ラッキーなだけ。いろんな条件が重なってラッキーなだけです。ただし、その運を掴んだのは僕の頭脳ですから、それだけはね、よろしく。あと、シュート決めたのも僕だから。たまたまね、ゴール前でね、遊んでたら、こう、ボールが来たから、ガチンって蹴ったら、ゴールが入ったっていう、ワールドカップのね、決勝のね、その、ロスタイムの時に。そういう感じです、イメージとしては。ただ、そこでシュート決められるか、君たちは。つうか、そこにもうスタジアムに入れないんだよ、君たちは。
いなかったんだよ。お前みたいな底辺漫画家はよ、その編集部のね、その作手システムにね、もうがっちり固められて、スタジアムで、その入ることすらしない、君たちがね、なんか言うに、あれだよ、ないんだよ、そういうのは。誰に言ってんだよって知らないよ。知らない架空の底辺漫画、そのね、妬んでね、僕のレビューに星1をつけてさ、悪口書いてるおめえに言ってんだよ。悔しいんだろ、おい。お前漫画家だろ、僕は任天堂信者の星1レビューつけてさ、背景がね、グラデーションだけだとか、なんか専門的なこと言ってさ、そんなことしてどうなるの？そんなね、人の本に星1レビューつけてさ、わざわざやるぐらいなら、一つ自分の電子書籍出せよ。おい。そんな時間あんの？妬んでたって何の意味もないんだよ。人生。それを原動力にさ、やれよ。僕は散々君たちにそうやって言ってきてるのにさ、少しもスタジアムに入ろうともしない君たちが悪いんだよ。わかった？僕はシュート決めたんだよ、ちゃんと。ボールが来たって、シュート決められない奴だっているんだよ。アマゾンが11円セールにしてくれたっていうさ、そのラッキーがあったけど、やっぱりそこでガツーンってシュートを決めたんだから、僕は。だから勝ちなんだよ。